Hello YouTube, this is DxTurnOn5 and welcome to episode 22 of this Let's Play Digimon Story. I love this game, I enjoy it. Please, if you like this game and you want to see more of another game of the series, please, I beg you, buy this game so we can have more of these. まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも神代が病院にいるあの子の本体に気づいたら。ただじゃ済まさないか。あるいは。ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのにね。だから悪いことにデジモンを利用するハッカーたちもこれ以上ほっとけないっての。そんで、ほっとけないからなんだってんだよ。決まってるじゃない、デジモンたちを助けるためにハッカーたちをやっつけるの。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団。二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード。I think you got the right idea. By the good actors against bad actors. That's probably a good thing. ジュード。ちょっと前に活躍したハッカーチームのことだよな。のメンバーはハッカーなのに普通のユーザーやデジモンを困らせるような悪いことは絶対にしなかったんだって。だからジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作るの。その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。 OK、どうどう、すっごくいいアイディアでしょ。ネーミングも MI と思わない？ Actually, no, but... もちろんリーダーは新ただよ。っていうか、あなたしかいない。チーム名はリベリオンズでいい？それかデジモンヘルパーズ、略してデジヘルでも。That I know. That I like. 断る。え？断る？なんでなんで？どうしてどうして？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんならボスでもキャプテンでも監督でも親方。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごっこ遊び。俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい。Yeah.
オタクもこんなやつに付き合ってる場合か、うん、ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。待ってるぜ。何よあれ、感じ悪い。いいもん、仲間になってくれなくったって勝手にやるもんね。It's a little more complicated than that. ん？ゆうか。なあ、あんた上白ゆうこだよな。あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてもらったんです。あの人がここにいるって。ああ、あいつに用ってわけな。あいつはこの中だ。うぜえのも一緒だけど。さっきは真剣な顔して何見てたんだ。あ、いえ。腹減ってんの？そんじゃまたな。
Okay. それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。She broke the fourth wall. とにかくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所に戻って行き先を報告するって？了解。じゃあクーロンで待ち合わせね。おや、早かったじゃないか。友人からリベリオンズ。友達の友達は友達？何を言ってるのかさっぱりわからないが、君もなかなか面倒。又吉刑事はどうしたのかって？ついさっき帰ったところだよ。今は相手の動きを待つべき時だ。君もしばらくは自由に行動して、こんな時は友達を助けてあげるのも一つ。何がどう巡り巡って明日の自分のためになるかわからない。ほら、ん？情けは人のためならず。使いどころが違うんじゃないかって？そう思うのなら正しい意味を自分で調べ。 OK。Let's go to usual. That means that Kulon won. Exactly. Kura, Kimi wa.また遅い。やっぱり遅い。この前みたいにまた変なのにナンパとかされちゃったらどうしてくれるのよ。それってどういう意味？ねえノキア、ナンパって何？ああ、ナンパっていうのはね。私のエロカワボディを狙って愚かなオスどもが繰り広げる禁断の果実的な祭典なの。なんだかよくわかんないけど怖そうだね。そう、怖いの。ただしイケメンにだけは許されるの。君は何を言っているんだ。こんなところでいきなり会うなんて超偶然、超ラッキー。この偶然ちょっと運命とか感じちゃうな。私ちょうどあなたと話したいことがあったから。君の主張は理解した。うん、確かに最近のザクソンは結束が緩んでいる。他のチームのハッカーたちに目に余る行動をする者が目立つ。だが力に力で対抗しても余計な混乱を生むだけだとは思わないか。この空路でもう一度ハッカーたちをまとめ直し、
エデンにかつての秩序を復活させる。その役目を果たすのは君じゃない、僕だ。ちょっと待って。何よ、どいつもこいつも私にだってやれるっつうのね。えクーロンにいるハッカーたちを手当たり次第に勧誘するの。仲間をめちゃめちゃたくさん集めてあいつらのことを見返してやるんだから。おお、この私にあっきの、君の実力を見せてよ。So these guys are all ready to join. Let's go to Zaxxon. That's a bad one recruiting in another guild. Trying to recruit a hacker, sound like what the demon were doing. No way. We don't want me with those jerk. Completely different. For starter, that went like that because that
Our enemies are different. Ah, that's actually kind of cool. In that case, maybe I should. I would be asking you, would you take me as an ally leader? どこへ行くんだろうな。え？どうした？そんなに驚いた顔をして。ま、もし、もしも彼女が本当に悪いハッカーたちと戦うことになったら、守ってあげてほしい。純粋にデジモンを助けようとする彼女を危険な目に遭わせるのは忍びない。それにこれ以上このエデンで犠牲者を出したくないんだ。また会おう。 OK。Cut. That's how I became a journalist, you see. A dream, I wonder. Okay, I guess it's not in the main Shingajuku, so I need to go to the bigger area. Let's see here first. Nope. Where is he? Oh, there it is.よう、遅かったな。ま、来てくれると思ってたぜ。ところで、ノキアは大丈夫なのかよ。きゃ、オタクも妙なことに首突っ込まねえ方がいいぜ。中途半端な正義感とか、生半可な責任感ってやつが一番始末に悪いんだ。それに、リーダーだなんて、責任を負うってことの半端なさがあいつには分かってねえ。で、今はそんなことはどうでもいい。オタクに話したかったのはあのスウェドーってやつのことだ。もちろん覚えてるよな。怪現象や化け物のことを調べてるとかっつ怪しげな神代の研究者だよ。You look like a bad guy, sorry about to say that way, but I don't know how to say it otherwise.
どうしてもあいつが話してたことが気になってな。実はこの間痕跡をたどってもう一度あいつに会ったんだ。尾行されるっていうのはあまり先日の異種返しというところでしょうか。バレバレか。私に何かご用事でも。うん、前にオタクが話していたことが気になってな。ついでにオタクの調査ってのがどういうもんか覗き見できればメッケモンだって。あなたのそのシャリ構えた姿勢素敵ですね。それに私の調査に興味を持っていただいているようで。エデン症候群イーター、オタクが知ってることを洗いざらい教えてもらおうか。もちろん私が知っていることなら何でもお答えしますよ。あそこで出会えたのもきっと何かのご縁でしょうし。エデンからログアウトする前にイーターに精神データを壊されることで覚醒することができなくなる。それがあのイカれた病気が起きる理由だってのか。あくまでもまだ仮説ですがね。しかしまさかエデンへのログインが現実世界の肉体に影響を及ぼすなんてね。興味深いとは思いませんか。でどうやったらあの病気を治せんだ。それはまだわかりません、残念ながら。しかしデジタルシフトについて少し面白い話があります。もったいつけんなよ。実はデジタルシフトを引き起こすデジタルウェーブの異常には一定のパターンが認められることが分かったのです。デジタルシフトの直前に必ず外部から何がしかの干渉がある。その後デジタルウェーブが増幅しデジタルシフトに起こる。干渉？そうです。つまり何かあるいは何かによってデジタルシフトがコントロールされている。そう考えることができるのです。これもあくまで憶測にすぎませんがね。誰かが意図的にデジタルシフトを起こしてるってのか。ご興味がおありなら調べてみてはいかがです。デジタルシフトをコントロールする何か。それにしてもアラタさん、どうしてそんなにイーターやエデン症候群のことを知りたいんです。俺はどうしても知りてえんだ、あのイカれた病気の原因を。手がかりになるものがねえかこの辺りを探してみてえんだ。オタクにとってもあれだ、乗りかかった船ってやつだろ。なあ手伝ってくれよ。 OK、 そう来なくっちゃな。よし行こうぜ。
of digital shift. Shift. My digital wave. Shibuya. Sometimes some stuff can happen. Let's go to the office. Got it. I thought there was something in there. Fine with him. Time, my friend, I do time. Maybe you should know what do I look
need to look. Oh. Why did I need to take him? How about we go to the digital world? At least there might be something here. See if there's something in there. するぜ。お疲れさん。I think I figure out what to do, but let's go to Shinjuku. There's two places. There is. Seems Shinjuku Station access point.
Saka. I don't get it. Okay, so let's try to. Shibuya. It's not there I wanted to go. That's why. Oh. That's what I wanted to see. Huh? What's wrong? Why suddenly investigation in a permanent spot? What? Special network apart from the connection to Eden. Hey, hold up. What are you talking about? Yeah, pretty much it.
繋がったな。はい、さっきのはなんだ。オタク、一体何をしたんだ。とにかく今からそっち行く。何が起きたのか詳しく聞かせてもらうからな。なるほどな。じゃあオタクもエデン症候群ってわけか。スエドウの仮説は間違ってなかったってことか。コネクトジャンプ、その体だからできるゲートってことだな。てか、悪い。あの時、俺がオタクを置いていかなければ。気にすんなってか。オタク、人が良すぎんだろ。しょうがねえ。エデン症候群を調べる理由が増えちまったな。暴こうぜ、この事件の真相。オタクの体を元に戻すためにもな。お、どうかしたのか。これは移動してきた先で目当ての現象が起きるなんて。偶然にしちゃちょっとできた。ちょいちょい人をびっくりさせな。もちろんオタクも行くだろ。いや、目的ははっきりしたからな。Let me get that thing first. Happy, put me inside. いつ見てもいい感じだな。リアルとデジタルが交差した電気いた感じ。ここも前と同じように出口がないタイプみてえだ。あのバケモンをぶっ倒して収束させるしかないってわけだな。バケモン？ Is that the バケモン？ No way. It's actually not.
うん、仕方ねえか。So good. Maybe it doesn't matter. Something I don't like on this. Yeah. Ikku zo, minna! I don't like her. That's for sure. このまま突っ走れ。終わったか。お疲れさん。大したことなかったな。
後悔するぜ。続けていこう。仕方ねえか。Oh, what the hell is that? I would love that teacher. Ike! Okay, seriously, you're dead. Right now. Huh? What? It healed. Ooh. That was great. Oh, you're dead in here. Owatta ka? Otsukare-san. HP level up. Yep. しかたねえか。無理しちゃダメだよ。
ナ、よく頑張ったね。The ghost of the pale boy we saw earlier. So, previous pattern holds. That Bakemon must be nearby, right? Huh? Hey, what are you guys doing? Thought we followed you. We find the exit. Get the frick out of here. The old crook tag along following after me. What's that? Oh no. Sorry. Just as expected. Here it comes. What the hell? The extra turn on 5 and keep your guard up. There's a turret that is stronger after turn. Ski を見せるとやられるぞ! I thought it would be that bad. これを。
Okay. That's gonna do it for this episode, guys. I hope you enjoyed. This is the X2305 from the Team Hero channel, signing out. I'll see you guys later. Bye-bye.